Oh.アベンタス・アレティノが黒き生産を行ってるって闇の一党を呼び出そうとしてるって。ああ、グリムバーね。いつもバカなことばっかりしてるっていう。あ、いえ違うのよ、あくまで噂の話。いいよ、じゃああいつを遊びに呼び出すよ。すぐそこに住んでるんだ。ドアをノックして。違うわ坊や、あの少年は、あの家は呪われているの。やっぱりそうだったんだ。やっぱり彼は誰かを殺そうとしてるんだね。分かったわ、断ったりなんてしないのよ坊や。あなたが聞いたことは本当よ。でもアベンタス・アレティノは闇の道を歩いてるわ。彼の行動は破滅をもたらすだけ。さあもういいでしょ、これ以上話すのはよしましょう。ただの友達なんだから。Oh. やあ旅人、放浪の詩人と放浪のろくでなしに何でも言ってくれ。スカイリムの壮大な戦いを観察し目撃しているんだ。兄弟が苦い思いで剣を混じらせている時、当然そこには歌がある。じゃあな。新鮮な空気を吸ってみろよ。歌うには最高の場所だ。すまないが、どんな匂いだったか説明してもらえるか。まるで何かおぞましい化け物が内側から破裂したようなありさまだぞ。一体何をしてくれたんだ。単純な計算違いだった。今後の実験に向けてすでに修正はしてある。それだからあんたの大学はみんなに受け入れられないんだよ、ネラカ。何か必要なものがあったら言ってくれ。教えるほどのことはないな。ウィンターホールドはもう昔とは違うからね。何か買いたいならビルナに話すといい。品揃えはさほどでもないが買うものはあるはずだ。それとささやかな宿でよければうちに泊まるといい。商売の大半はここの住民が相手で大学を訪ねる仕事なんだが、それさえ近頃じゃ振るわなくてね。ああ、町の北部にウィンターホールド大学があるんだ。すぐにわかるよ。食欲を満たすものなんかどうだ？もちろん一泊でいいな。お部屋へご案内します。こちらへどうぞ。他に何か必要なものがあったら何なりと。蜂蜜酒が底をつくんじゃないか。いいえ、ランミルですらそれほど飲めないわ。とにかく在庫に注意しよう。何しろ補充は面倒だからな。客が少ないことの利点ね。何か必要なものがあったら言ってくれ。ラミルに酒をせびられましたか？お金の無駄ですよ。帰りましょう。とにかく帰りたいの。宿がそれともウィンターホールドが、きっとどちらでも同じですね。ウィンターホールドは落ちぶれてしまいました。どうして？ほとんどの住民は何年も前に荷物をまとめて出て行ったんです。残ったのは数少ない頑固者と変わり者。生計を立てるのがやっとです。まあなんとか暮らせる程度ですよ。ウィンターホールドではもうお金がほとんど流通していません。確かなのは住民がたまに飲み物を買うことだけです。またね。近頃大学への志願者は相手にしていないんだ。だからわざわざ聞かないでくれ。いや違う、もう何年も前の話だ。しばらくウィンターホールドを離れていた。そして今はこの宿に泊まっている。まだやるべき研究が残っているからだ。ウィンターホールドにいれば昔の仲間にも連絡を取ることができる。ちょっと見てくれ。じゃあな。